はい、皆さんこんばんは、時刻は日曜日の19時を回りました。姿勢クラブ昼の沖縄会場公認あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功している方でも必ずいろんなこう困難がありですね、ターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいのかって、その未来のことを実際お聞きして、で、そしてリスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。 MC はですね、もちろん株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。皆さんありがとうございます。さあ、そしてですね、この番組は各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。途中の CM を、お聞きください。そしてご協賛もお受けしておりますので、ぜひよろしくお願いします。そしてこの番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾よりですね、20時まで放送させていただくんですけども、まあいただきます。なので最後までお付き合いください。そして YouTube のチャンネルで、うちのね、僕の一歩前一歩なラジオの YouTube チャンネル、いつ解説すんねんとっていうふうなことを言われそうな気がしますけど、もうちょっと待ってくださいね。そろそろ解説します。今まで過去ご参加いただいた方をバーッとこう出しますのでね、皆さん楽しみにしていただければと思います。さあ、ということでですね、そろそろ、今日の、ゲストの方をご紹介させていただこうと思うんですけども、今日のゲストはですね、株式会社ラニラ代表取締役の玉木あずささんです。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ね、わかりますか？おでこ切れてるけど大丈夫これ。大丈夫です。そんな感じね。そんな感じでいきましょうか。はい。はい、ね。はい、今、あずささんおいくつなんですか？はい、32歳です。32。見えないね、はい、これ。お若い。いやいや。お若い、本当に。で、お仕事ってラニラってどんなお仕事してらっしゃるんですか？ヨガのスタジオ、まあ、ヨガの、ビジネスがメインにはなってます。あとは化粧品の販売だったりっていう形ですね。うんうん、あ、はい。沖縄をメインで動かれて。はい、沖縄をメインで、はい、やってます。なるほど。で、ご結婚されて、お子さんもいらっしゃる。はい。はい、ですね。で、まあ、なんか普通のお姉ちゃんっぽいんですけど、まあ、いろいろお話をお聞きするとね、いろんな経験してはるなとかって思って、いやー、すごいなと思って、今日も僕のね、この回すごいこう楽しみに、してました。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これやっぱね、女性が来ると花がある。さあ、行きましょう。はい、前半ね、まあ、前半の15分間に関してっていうのは、はい、まあ、あずささんのね、生い立ち云々とかっていうのもお聞きしたいなと思うんですけども、沖縄ですね、玉木さんですから。はい。そうですね。沖縄で実際生まれて。で、小、中、高と沖縄にいらっしゃったんですか？いや、内地の方に出てます。あら、小学校は？はい。沖縄。はい。中学校は？で、いや、内地の方に出てます。中学校、内地。はい。すごいな。普通だってあれじゃないですか。離島の子が中学ね、卒業して、なんか高校生で。ね、うんうん。とかなんですけど。はい、中学の時から内地、大阪でしたっけ？はい、大阪です。大阪、皆さんわかります？中学校1年から大阪に行くっていうこと、一人暮らし？あ、そうです。16歳。いや、その時はあれですけど、16歳から一人暮らしをしてます。あ、じゃあ中学の時は一人暮らしじゃなくて、どっかの下宿みたいな感じ？はい、はい、そうですね。あ、なるほど。なんですね。で、それで実際、ちょ、それでじゃない。なんで？なんで中学から？そうなんです。はいはい、私、バトントワリングとか、チアリーダーをやっていて、うん、で、まあ、県内はあまり、まあ、まずないっていうところと、関西は比較的、そこに力を入れてる学校が、多いです。うんうんうん、で、その関係もあって、中学校で、全国大会に出てるので、まあ、卒業旅行とかも行けないです。学校には所属してますけど、基本は朝4時から、練習、朝練があって、学校が終わった時間からまた夜練で9時10時までコーチが別でついてるのでっていう生活をします。あ、ちょっと待って、バトントワリングって、はい、なんかこういうやつ、こういうやつ、あとか、回転、自分が回転して取ったりとか、新体操みたいな、ああいうやつ、うん、新体操に近いのと、チアリーダーも、まあ、近いです。ジャンプとか、まあ、回転したりとかっていう意味では、まあ、それが今ヨガにもまあ多少なりとも生かされてはいるんですけど。いやいや、それは生かされてるんですよ、はい、なんだけど、その中学校にそのバトントワリングが実際なかったね、沖縄に実際なかったからって言うけど、
趣味でやってますみたいな感じだったら行かないじゃん、絶対、中学。そうですね、もともと、まあ、そのバトンを必ずやると思って、そもそも行ったわけではなかったんですけど、内地に出た時は。なんですけど、まあ、その後すごくそこに、まあ、でもその前から結構そういうところに反応を自分が、するので、はい、ミュージカルだったり、ダンスだったりっていうのを幼少期から、まあ、環境がそういう環境でもあったんですけど、そういうことをしていて、で、あ、もうこれだってなったのは中1ぐらいかな。で、バトントワリングってなって、中2で全国に行ってる感じです。全国大会に行ったってことですね。はい、そうです、そうです。で、その時に、いや、そうですよ、はい。バトントワリングを、ね、やりたいっていう時じゃないですか。やりたいと思ってるから行ってるわけじゃないですか。はい。で、それはなんか将来の夢とか、その時ってあったんですか？ありました。将来はシルクドソレイに入るって決めていたのと、まあ中1ぐらいからいろいろ調べ出して、海外の、日本人がほとんどこう入れないチアのチームがあったんですね、うんうんうん、で身長も関係なかったので、身長ちょっと小さいんですけど、身長も関係がないので、うん、そこのチームの資料請求自分でしてみたりとか、そうですね、そんな感じです。あとはスポーツ推薦で高校に行ける、もうそれしかしてきてないから、それしかできない、その時の中学生の私はそれしかできないんですけど、学歴があるわけじゃなかったので、うんうん、っていうので、スポーツ推薦も自分でこうピックアップして、そのまま海外に行けるところをすごいたくさん調べて資料を取り寄せたっていう感じです。なるほど、はい、というじゃああれか、本当にシルクドソレイユに入ろう、はい、本気でガチで思って、あ、思ってました。ガチで思ってました。ちょっと恥ずかしいですけど。はい、いやいや、恥ずかしくないよ。いや、今その、中学生に対して僕も研修とかさせてもらってるじゃないですか。はい、うん、で実際夢あるかって言うと、この前40人中3人の子が今夢ありますって言ってて、うんうん、はい、でも実際その、花屋になりたいな、みたいな感じだったりとか、うんうんうん。多いですよね、うん。絶対こんなになりたいって、シルクドソレイユ入るとか、すごいよね、うん、そんなこと時点でまずそもそもね、そうだからなんかもう絶対こうなるってなりたいっていうのが、まあ、でもちょっとそれが強すぎました多分、うん、うん、他が見えないから、結局こういうのもあるよって言われても、今私こうなりたいからっていうのがやっぱ中学生の時はより出て、今の大人よりもやっぱり出てくるので、うん、ちょっとその辺がやっぱり思春期とこのあたりって難しいなと思ってます。うーん、まあでもね、はい、いやそんなところからですよ、はい、もう何その中学のバトントワリングでね、大阪に実際行くことになったんですけど、バトントワリング、その魅力って何なの？はい、はい、これはてか、バトントワリング自体はあまり有名じゃないので、そもそも多分あんまり伝わらないというか難しいと思うんですけど、例えば指先一つもそうなんですけど、ポーズが、決まる、ポーズがもちろんキャッチしできました、回転が何回成功しましたっていう、フィギュアスケートとかもそうなん、ちょっとそっち系ですね、芸術寄りなんですけど、全部の見せ方、指先が、まあ、こうやって置かれてるのとこういう風に置かれてるのとで全然こうイメージが違うんですね。だから自分の指をどういうふうに、見せるか、相手にどう見せるかっていうところと、常に笑顔でいないといけないので、笑顔じゃない時点でもうストップ、音楽ストップされるので、まあ永遠に口角はもう常に上がってる状態で行わないといけないです。だからテンションが下がっていようが、今日怒られていようが、まあ関係ないっていう、それをやってるときはもう常に笑顔でいる。っていう、特にチアもバトンもそうなんですけど、相手にもともとは、エールを送ったりとかっていう時によく使われるスポーツだと思うんですね。なので、本当にまあ、暗い顔をして、それをいくら回転ができたり、ポーズが決まっていても、そこだけでトータルで判断されるわけじゃないっていうのが、まあ私はすごい魅力的というか、ハマった一つではあります。なるほど。それ、なるほどな。はい。いや、そんなこと、まあまあ、いやいやいや、まあまあ、いい。そんなことをね、中学生で思うっていうことがそもそもすごいのよ。だから、久しぶりになんかこうやってお話をいろんな方にお聞きして、はい、いや、この人すごいなって思うもんね、あずささん、本当に。いや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 、まあでも笑顔に勝るものはないって思っても、それだけでまあ食べてますけどね、それだけで食べてますけど、今も。でも本当にまあ、とにかく辛いなと思っても、泣きながら笑いなさいって言われるので、泣きながら笑います。
その演舞中に叱られたら、まあ、涙出ながらとにかく口は笑ってるっていうのを永遠続けた結果、まあ、今もちょっと染みついちゃってますね。いやすごい、はい、いやまあそんなね、そのまあそんなことでやっぱ厳しい練習ももちろん耐え、はい、それ自分のその夢に向かってね、こうまあ爆心してまっすぐギューンと見てね行かれたと思うんですけど、うんうん、さあ、はい、その中学で大阪に行きましたなんですけど、高校はどうしたんですか、そのまま大阪に。あ、そうですね、高校は行ってないんです、それが行ってない。なるほど、はい、なんでなんで、はい、はい、高校は、まあそのままもう資料請求もしていたので、うん、まあそのままスポーツ推薦で行ける高校はあって勝手に入試まで受けてるんですけど、うんうんうん、まあそこでちょっと親子関係のトラブルでまあ学費を払う払わないとかそういう、いろいろ出てきて、でもうこれができないんだったら私は学校に行く意味はないっていう、もうどちらかだったので、であればもうここは行きませんっていうことでですなりましたね、極端なんですけど。すごいな。いやだからじゃあそういうことか、だから高校には行かない、なんでかシルクドソレイユに入れないというか、はい、そこに行かないからね。そうですね、海外への道もないしシルクドソレイユへの行ける道も、うんうん、普通の高校に行ったところでだったんです、私の中では。なので普通の高校でその、何かしたいことを見つけるとか、大学とか高校って必ずそのなんだろう、やりたいことが決まっていて行く人もいればそうじゃない人もたくさんいて、うん、そのための、何年間だったりするじゃないですか、うんうんうん、でも私の場合はこれをするって決めてるから余計やっぱりもうそこに対して あの支援はしませんって、まあ、なった場合はあであればもう働きますみたいな感じなので、で、はい、ってなり、そこから一人暮らしですね。16歳ちょうど高校1年生から一人暮らしをし始めました。16歳から一人暮らしってさ、その家とかはなんか保証人とかどうなったの？はい、保証人は最初ちょっと親にもなってもらえず、知り合いの方になってもらいました。本当に他人の方にとりあえず保証人になってあげるって言われて、最初のお家はなってもらいました。あー、すごいね。さあ、はい、それで、いやでも大阪からさ、その沖縄の方に帰ってこようって気はなかったの？そうですね、そこの時はないですね。なるほど、うん、それなんで、うん、まだでもね諦めてなかったんですよね。結局高校行かないっていう選択をして働き出したんですけど、うんうんうん、やっぱりちょっとしたその働いてる間の時間を見てダンススタジオを調べたりとか、うん、やっぱり多分そこの熱がまだやっぱ何かとにかく体を動かしたい欲が、まあ、ずっと動かしてきてるので仕事量 の動きじゃ足りなかったので、とにかく体を動かしたいから何かしたいがすごくて、まあ、何回かでも仕事で途中で行けなくなったりはあったんですけど、何個かそのスタジオを自分で調べたりとか、せっかくだったら踊ることはやめない方がいいってコーチが、言ってくれたりとかっていうのもありですね。なるほど。いや、そうですか、はい。そんなところでね、ターニングポイントをこれ今回は聞くというかなんですけど、はい、一つ目のターニングポイントっていうのって、どこですか、うん、人生の中。一つ目のターニングポイントは、やっぱあれですか、高校の時に、うん、はい、一人暮らししたっていうことにやっぱなる。そうですね。一人で、過ごしたっていう、一人暮らしをし始めたっていうところからが、まあ、すごく大きく人生は変わったかなっていうふうに思います。なるほど。それはなんで、なんでっていうかね、普通には考えられると思うけど、なんで逆にそこがターニングポイントになったの？あずささんの中で、なんかどんな心境であったりとか、はい、どんな思いとか。うん。そうですね、まあ、まず自分のことをというか当たり前ですけど一人で住んでしまった限りそうですけど、うんうんうん、まあ、自分のことを全部自分でしないといけないっていうのと、うんうん、未成年でありながら自分の責任は全部やっぱり自分にかかってくるっていう、そうなんです。普通だったら親が、まだ責任者である状態だったと思うんですけど、まあ、そこを自分で選択して結局生きていくの大変だなっていうふうに16歳17歳もずっと思ってましたね。もう電気ガスとか、まあ、携帯も止まるしとか、まあ、働きながらねなんとかやりますけど、それでもやっぱり難しいなっていう風に、家賃3万円ぐらいの本当ボロボロのお家に住んでたんですけど。あ、そう、はい、え、
あれだ、じゃあやっぱ電気とガスどっち止めるか問題はあった。ります、あります、あっあたりよます。ね。あったあっはい。た。でも、俺もあっ近た。くに、例えば、銭湯があったんですよ。なので、うん。近くに銭湯あるから、今日まではこれでいいやとか、コインランドリーがどこどこにあるとか、そんなばっかりです。った。いや、すごい。いや、まあまあね。まずはちょっと前半戦のところなんですけど、まあ大阪に、中学から一人暮らしして、で、高校、あ、違う違う、中学から大阪に行って、で、実際夢が叶わないんだったら、もう私はもう、で、ここ行きませんみたいな。で、高校に行かずに一人暮らしするっていうね。さあ、皆さん、この表情から考えられないような、波乱万丈な、チャッチャカチャー、チャラあララララ、の歌ですか？ そんな、の始まりでございます。では、まあ、一旦ですね、CM に入ろうと思います。まずは一旦前半、あささん、ありがとうございました。ありがとうございます。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里医術治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、CM を聞きいただきました。ありがとうございます。さあ、中盤ですね。入っていこうと思うんですけども、今日の、ゲストは、株式会社ラニーダの、玉木あずささんです。さあね、高校1年生から16歳から一人暮らしが始まりました。さあ、生活していかなきゃいけないので、多分いろんなこうバイトだとかって実際されたんと思うんですけど、ね、16、17歳はね、なんか、なんかいろいろ食いつなげるためにいろんなこうバイトしたとお聞きしましたけど、18歳から、ね、いよいよなんか働ける場所がね、スペースがパカーンってこう開けるようになってくると思うんですけど、何のバイトされたんですか、18歳から。はい。ですね、お昼はその時整骨院で働いていて、で、受付をしてました。で、夜は、北新地の方で、まあ、キャバクラ、最初はキャバクラです。キャバクラに入って、梅田の方ですね、キャバクラで働いて、で、その後、キャバクラで働くぐらいだったら、これはちょっと、とことんまで、やらないといけないっていう瞬間があったんですね。で、であれば、北新地に行こうとなり、北新地で働き出しました。ああ、その、はい、落ちたら早いよ、水商売ですからね、基本的に、ね。合、はいの手でこう実際来るやつですけど、はい、その後、はい、まあ、キャバクラ入って、ってから、まあ、あることがあって、新地に、はい、ね、どんなことがあって、新地になったの？まあ、キャバクラでもいいじゃん、十分と思うんですけど。そうですね。でも、こう、やるんだったら、やっぱり、学ぶっていうか、まあ、その時は本当に生活のためっていうのがベースで、まあ、もちろん働いてるのがベースなんですけど、そうですね。生活のためなんだけど、いや、せっかくやるなら何か身につくものっていうか、本当にそういうつもりなのと、やるんだったら一番の、いいところ、
で、勤める必要性が、まあ、これチームで学んでるんですよ。弱いチームに、もちろん趣味でやっているスポーツもたくさんあるのであれなんですけど、例えば私がどうしても全国に行きたいとか、うん、シルク・ド・ソレイユに入りたいってなった時は、うん、そういうチームに導けるところに自分を環境に持っていかないと、そういう道ってなかなかないっていうので、自分から飛び込んでいかないといけないっていうのを、やっぱりその時にそれを感じていて、ってことは私がどうしたらいいんだろうってなって、じゃあまずは北新地にとりあえず、まあつても何もないですから、もうとりあえず面接に行ってまず入ってみようっていうのがきっかけです。すごい。いや、まだそうよね、まあ今言った、はい、何の補足も多分いらないと思うけど、まあトップ目指すんだったらそこに、はい、ちゃんと、うん、一番その一流のところに行かないと、まあ、学べないよっていうようなところですよね。うんうん、そうですね。いや、でもそれはなんか若い時から気づいてるのが、やっぱりいい環境でね、実際仕事をしてたんでしょうね。うん、で、仕事じゃなかった部活じゃない、その。そうですね。うん。うん、はい。プラス、そこに対しての気づきなんですよね、いろいろ。うん、この、ただ、うわ、しんどいわ、とか、一番にやんなきゃいけないな、きついな、じゃなくて、で、そういうことやっぱり気づけてるっていうのが、うん、朝さんのすごい、こう、良さだと思うんですけど、まあ、その気づきっていうのが、こう、磨かされることに、ね、磨くことになったのが、はい、これ、新地の出来事っていうか、新地での行動云々とかだったと思うんですけど。うん、あ、そうですね。うん、ねえ、どんなことを、まあ実際あるじゃないですか。沖縄の人から出てきて。うん、最初は大変ですね、はい、まあ、もう全然違うものなので、まあ、キャバクラとも違いますし、うん、そのなかなかもう全然違う世界だったので、うん、思っていた以上にやっぱり大変さが勝ちます。このタイミングで、例えば、まあ、手一つもそうだし、足もそうだし、まあ、もちろん肘をついて接客するとかってないんですけど、うん、若いその10代って、それがどこまでしないといけないものかとかっていう、その、なんだろうな、その辺がすごい最初、もう見て見まねで、とにかく、うんうん、っていうところと、あとは誠意を持って、で、すごく、じゃあ日経新聞を読んでいて、で、なおかつ大学に出ていて、すごくそういう話に、じゃあ接待で入っていけるのかっていうと、うんうん、私の頭はそのところ、まだパッパラパーの18歳なので、うん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 、そこまでの知識もないんですよ。もうなんならスポーツのことぐらいならちょっと話せるかなぐらいですよね。ってなった時に、じゃあどうやって、で、まあ、正直言って水商売ってまあ色恋とかも多い世界ですけど、そういうのではなかなか、まあ、それこそお客さんが来ていただいて、自分たちはお給料をいただけるっていうものですよね、うんうん、ってなった時に、じゃあそういうことで、食べていけるのかっていうと、そんなに甘くはなく、で、まあ、もともとそういうつもりもやっぱりなかったので、じゃあどうしたらいいかっていうことで、まずはまあ自分を知るなんですけど、自分ってどういう人なんだろうっていうのを、まずその時にちょうどすごく心理学の本を読み出して、うん、であとは相手が求めてることは何なんだろうっていうので、うんうんうん、ただ飲みに来ているだけなのか、仕事の付き合いで来ているのか、まあ、何のためにここに来ているのかって、みんな目的も違いますよね。なのでそこら辺と、あとはちょっとした会話を全部、毎日この名刺をいただくんですけど、名刺の裏に、書くようにして、うん、その話を覚えているところから、うん、次回会った時にっていうのを、まあ、すごくそこはもう徹底、とにかく何年間か徹底をしました。いや、あのね、いや、僕も行きましたよ。いろんな部活活動、部活しました、はい、活動をね。いろいろ、なんかシャンパンとかっていうのを入れさせていただくこともあったりとかね。うん、よくわかんないですけど、まあ、そんなんありましたけど、けど本当はい、覚えてるっていうふうにこっちは思うわけじゃないですか。例えば、うん、はい、そうです。まあ、まずこの前着いたっけ、で、伊達さん着きましたよ。あれですよねって、神戸にお住まいで、沖縄にいらっしゃるんですよね。はい、すごいね、みたいな。あれでしょ、またなんかあれなんじゃないのって言ったら、いやいや、すごいインパクトあったんで、そこだけは覚えてます、みたいな。多分そんなこと言うと、もういきなりこっちだって、こう、興味持つもんね。その時点で、あずささんに。うん、そうですね。うん、うん。いや、それを分かってても、こっちは興味持つんですよ。そうですね。それを実際やってるって、でも、相当なじゃない、いろんな、だって一日だって何十人もお客さん来るでしょ。そうです、そうです。うん、相当ですね。で、もう本当に、まあでも、うん、まあでもその人たちに可愛がっていただいて、
で、まあ、話す内容も、例えば接待の席に着かないといけない、今日は誰々さんについてねって前もって言われてたりすることがやっぱり多いので、北新地の場合は。で、こういう関係性だっていうのも言われてはいるんです言よ、われる言こわちれる。らとしては。で、まあ、だから失礼のないようには当たり前ですけど、本当にもう普段だったら絶対聞けないようなことだったり、まあ、すごく本当に全てに対して勉強にはやっぱりなりました。人として一番その成長ができるタイミングというか、みんながこう育ててくれたおかげで、やっぱり本当に、こんなのも食べたことないとか、まあ、例えばね、同伴でもそうですけど、食事も食べたことないもの多いですし、わさび食べれないんですよね。で、じゃあお寿司屋さんにせっかく連れて行ってるのに、横のそのホステスさんはわさびを抜いてくれとかっていう話に私の場合はなるんですよ。で、じゃあなんかちゃんとしたその山わさびを食べたことがないからだってみんなに すごくそれは言われたんですけど、山わさびを食べてもわさびはあんまりでしたけど。はい、あんまりでしたが、でもまあ、そういうことも含めて、本当にやっぱり人間力というか、もう本当にまあ忍耐もですけど、まあ、すごいそこがあれですね。いや、なんでね、しかもね、それがまああれじゃないですか。で、お昼も働いてたんでしょ？はい、そうです、そうです。それよね。なんででも実際、夜でもまああれでしょ？月、だそんなんだったら絶対、だってさっき言ったみたいにお客さんは、じゃあ次、朝さんよろしくね。まあ、色恋じゃなかったとしても、あ、こいつ使えるなってやっぱ思うもんね、お客さんからすると。そうですね。で、使えるなって思わせるための技術が素晴らしいわけじゃないですか、今の話であったりとか。そうなったら、だって毎月だとかってめちゃくちゃ稼いでたんじゃない？そうですね。一番稼いでたかもしれないですね、その頃が。いいですか？やらしい話聞いても。いや、やらしい話いらないです。やらしい話いらないです。話いらないです。そうなんですか、そうなんですか。いいなぁ、いいなぁ。今はないですか？まあでも、今はなかったとしてもね、当時実際、車買えるぐらいのものを実際稼いでたりとかしてらっしゃったと思うんですけど、っていうことは、その分の10倍はだってやっぱりお店に落としてるからはいただけるわけですもそうですね。ん。いや、だからそこがその金額云々っていうよりも、目の前の自分のそのものを売ってうぬんっていうんじゃなくて、お店を実際稼げさせてるから、だから逆に自分そうをです。売ってるっていうふうなこと。っていうことは、あれじゃない？妬まれたでしょ、めっちゃ。妬まれます。いっぱいあります、それは。ねえ、嫌がらせとかもされるでしょ。嫌がらせももちろん女性の世界は、まあね、切れるとこだけじゃないので、もちろんあるんですけど、まあそれこそそれがバトンとかチアドと一緒で、泣きながら笑うことができるので、まあ、何があってもとりあえず笑顔でいるので、余計腹立たしいかもしれないです、隠した本人は。例えばそうよ靴ね。隠して履けないようにしたのに笑って出てきたら、ちょっとえってなるじゃないですか。でも、まあ逆にその辺ね、そこのマインドが一応あったので、ある程度のことは全然大丈夫です。まあ、一人で泣くっていうのはあんまりなかったですね。一人暮らしで、あいーってとにかく叫びたい。何か発散したいっていう時が何回か出るんですよ。一年にまあ、一回ぐらいかな。その時は、壁薄いんで、近所迷惑になっちゃうんで、枕に、わーっていうのはありました。とか、それで自分の中を解決したりとか、バーってとにかく、出すっていうことを、まあ、たまにしとかないと、やっぱりずっとそれでいるっていうのは、やっぱなかなか難しいので、まあ、出すことは、まあ、定期的にしてました。いや、でもそれはね、俺もするもん。やっぱその、大きな声出すっていうのって、ね、自分もその実際、アドレナリンも実際上がるし、すっきりするしね。その、いいことすっできもりし悪います。ことでも、本当に。なるほど。じゃあ、そこで、でも、いろいろこう、まあ、新地でね、自分でこう、頑張ろうっていうようなことをね、実際やってるけど、まあ、その時に、だって、やっぱり、目標となる人とか、っていう人がいたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱいたんですか、そういう方っいて。ました。もう本当にそのママとの出会いが、すごく大きかったと思います。現地のママ私、に？
新地のママ、新地のママです。そうです、そうです。同じクラブの中にもママが何人もいるので、はい。で、どのママにつくっていうことは、正直、まあ、その決められてないんですね。同じ、まあ、普通だったら、多分ラウンジだったら、ママ、チーママっていう話だと思うんですけど、大きいママが何人かいるんですよ。で、どのママの席、もし、自分のお客様のところに座る以外に、ママの接待に座るっていうことをしないといけないので、まあ、そういう時に、なんだろう、私もこのママ以外はっていうぐらい、まあ、極端なので、いつも。で、まあ、そのママに、すごい、ママが、もうこのママ以外はいないって思うぐらいだったママは、なんだろうな、本当に、まあもちろんその、何かな、一番のきっかけは、まあ彼女すごく、その本当に努力家だったので、お昼にすんごい数の、訪問着もそうなんですけど、私も着てたんですけど、じゃあ訪問着で会社訪問に行くも一つですし、手書きでお手紙を書いてるっていう、伊達さんもよくやってらっしゃるんですけど、本当に達筆な。で、その手書きでのそのお手紙っていうので、マネがすんごくたくさん出てて、普通だったらキラキラしててネイルをつけててるはずの指、他のママがネイルをつけてて指輪バンバンなんですダイヤ、そのママはネイルもしてなければここに豆ができてるんですよ。で、もちろん綺麗に身なりはしてます。だけども、私そういうその指だったり、やっぱり手とかを見た時に、ああこの人本当に、それでその方のお客さんって全てがいい人なんです。だからやっぱり引き寄せてるというか、そのカラーに合ったとこ、ママのカラーに合った人が来てるっていうので、私はこのママにの全てを吸い取りたいというか、まあ、全部、吸収したいと思って、で、もう一緒にママが立ち上げるって言った時にはそのクラブを辞めて、そのママのお店に入るっていう形を、同じ新地内なんですけど、入る、ママが辞めるタイミングで私も辞めるっていう決断をして、なので結構どっぷりですけど、まあその時にこう、昼間だけは、まあじゃあそれがどっぷりな分、収入もどんどん上がるし、夜生活がメインになってしまっていくんですよね。で、その時にやっぱり一般の感覚を、まあその時ね、やっぱ若いですし、それが当たり前だってなると一生そうではないので、やっぱり一般の感覚をまず忘れてはいけないっていうので、800円で昼間働いてたんですけど、時給800円のこのアルバイトは絶対やめちゃいけないって自分の中で思っていて、で、その、なんだろう、感覚もそう、自分のための感覚もそうだけど、来てる方たちは、お昼の会社勤めをされていたり、お昼仕事をしてる人たちなんですよ。私たちが夜相手をしてるだけであって。ってなった時に、お昼働いている気持ちを、やっぱり、わからないと、夕方まで寝てますっていう、もちろん、ホステスさんでいると、そのお昼のその方たちのそういう気持ちって聞いても、軽い返事しかやっぱできないなってなって、だから私はこれはもう、どんなに減ったら減っても続けようっていう形でした。すごいね。いや、だからもうなんかもう、聞いてる人も分かる、この感じもう聞いてる人いやでもすごいわ本当。やっぱでもおっしゃる通りですもん。やっぱ僕らがね、飲みに行くじゃないですか、まあ、新地ももちろんよく飲みに行ったし、行って、お昼やってんのって、あ、やってないんです、夜だけなんですって、まあそうやろうなって思うもん。で、どうしてのお昼、そう、なんですよ、そうそう。どうしてのお昼って言ったら、あ、お昼なんかでも寝てます、みたいな。そうやろうな、みたいな。まあ、何の勉強もしらんやんってやっぱ思うもんね。正直。だそこは別に、お仕事ね、まあ何もしてなくてもいいんだけど、けど、はい、やっぱりでもそういうふうにやっぱ思うし、さっきのこともね、メモっててうんぬんっていうことは、イコールじゃあ営業マン、うちの営業マンに聞かせてやりたいわっていう感じだと思うね、今の話も。そうです、そうです。うん。それが一番の褒め言葉でした。会社に来て、一回新人の人に、それを叩き込んでくれっていうのを、すんごい小娘に、それを、小娘でしたよね、その時。だからやっぱり、それを言ってもらえるのが何よりも、まあ、それが、その数がどんどん増えていくんですよ、やっぱり。なので、やっぱりまあ、それが何よりもだなっていうふうに思いました。教育してって。お客さんのところで、そのなんか話をしたりとかってすることもあったんですか？
いやでも私はいやいいですって、その時はそういうのが仕事ではないので、今実際それあるんですよ。でも新地の時に出会った方にちょっと教育してって言って、さっきの若いのダメだわってすぐ辞めるけど、どうしたらいいっていう話とか、求人をかけてもまあ入ってもすぐ辞めるとか、今も電話結構つながってるので、あのすごい親しかった方たちは、なのでそうですね、そういう時はじゃあ出張行ったタイミングで、まあ、他に出張もあるので、そのエステの関係の教育であるので、まあ、じゃあそのタイミングでいいんだったらあれだよとかっていう形で、はい、なるほど。さあありがとうございますね、はい、いやもう話も上手だし、もう話も面白いんだよ、なんかストーリーが面白い、もうすでに、まあ、そんな、はい、あずさんに、まあ、はい、一旦ねまた休憩入ろうと思うんですけども、はい、一歩のソングをね、はい、まず一旦曲の紹介をしていただいて、音楽を聴いていただいてから後半の方でなんでその音楽をっていうふうにお聞きしたいかなと思います。はいはい、じゃあ、ご主人さん、お願いします。はい、バックナンバーの水平線になります。はい、皆さんお聞きください。はい。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には、深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。チュラ海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時がさ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト、by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、皆さんね、さあ来ましたよ、後半戦でございます。さあ先ほど皆さんお聞きしていただきましたバックナンバーの水平線がほらなぁですね。はい。これはなんでその一歩のソングなんですか？そうですね。私好きな歌詞があって、その、水平線の部分ではちょっとなかったので申し訳ないんですが、この、できるだけ嘘はないようにっていう言葉があって、できるだけ嘘はないように、どんな時も優しくあれるようにっていうのと、人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるようにっていう言葉があって、なんだろう、どん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 いろいろある中で、とか、まあ、自分もどんどん強くならないと生きていけなかったので、やっぱりどんどん自分も強くはなっちゃったんですよ。まあ一人で焼肉も行きますし、なんなら映画館も10代から一人で行けるので、すごいな、10代から、うん、可愛らしさが、まあ、もちろんなくなっちゃう、生きるのに必死な部分は、可愛らしさとか甘えることがどんどん、なくなっていったんですけど、その中でやっぱりでも、優しい人でありたいっていうよりは、全員がいろんなタイミングで傷つくので、そういう時にこうそっと差し伸べるもそうですし、自分のことのように思えるとか、まあ、本当にそれこそ一歩一歩背中を押してあげれるとか、それをやっぱり一緒にお客さんと、まあ、本当に感動して涙することとかがあった中で、普通飲み屋さんでありえないと思うんですよ。で、私が出産をした時も出産祝いをみんなあれしてくれたり、まあ、今も子供たち食べ盛りだろうって言って551を大量に送ってくれて、冷凍庫入らなくて、送ってもらって、やっぱり人の優しさに触れて、自分もだから、自分もずっとそうでありたいっていうのがこの曲、なんか忘れかけた時によく車でかける曲です。なるほど。はい。いやでもなんかそれこそね、多分この話はあざちゃんとも前ね話したんだけど、はい、まあ、似てるじゃない、相手をこう、
こう思ってんじゃないかっていうふうな、なんか思うような能力あるじゃない、二人とも。はい、はい、まあ、そうですね。俺よりも多分、あさちゃんの方が多分強いと思う。なんだけど、やっぱその今、主政クラブとか実際入ってるけど、はい、なんかわかるもんね。うわ、ちょっとあれじゃない？なんかと思って。ちょっと今しんどいんじゃない、うんうん、この人と思って。うん、うん。で、あれやろ、最近なんかしんどくない、え、わかるみたいな。うん、うん、なりますよね。いないから、みたいな。で、うん、やっぱそんなんで、まあ、それが例えば飲みに行くなのか、話聞くなのか、うん、なんかのね、解決にならないかもしんないけど、はい、そう荒れる人にはなりたいよね。うん、なっていたいよね。そう、ずっとそうでいたいなっていう、本当に、まあそういう気持ちが分かる人でいつまでもまあいるっていうのは生涯の目標だなっていうふうに思ってはいます。なるほど。いやー、面白い。さあ、いきますよ。はい。いやー、もうこの時間足らねえな、本当に。なのに、はい、まあ20歳でね、妊娠して、はい、21で出産と。はい、ねはい、そうですね。っていうことになり、その妊娠、はい、出産を機に沖縄に帰ってきましたよと。はい、そうですね。で、大変、まあ、ちょうどその高校行ってなかったので、働きながら、はい、 はい、はいはい、その時ちょうど大学生だったんですけど、なので、うん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 、はい、っていうところです、ね。だから、大研を受けたんだよね、そこでね。あ、そうです、そうです。働きながら、一応大阪の時に大研を受けて、で、せっかく短大に通ったっていうところで、妊娠をして、で、夜も働いてはいたんですけど、ギリギリまで働きましたけど、妊婦でも。はい、いや、そのさ、何、大検を受けた理由は何でなの？大検を受けた理由は、まあ、今、その旦那さん、あの子供たちのお父さんですけど、うんうん、が、そうですね、なんだろう、もったいないと。とにかく別に大学に行くことが正しいっていうわけじゃないけど、本当にもったいないっていう、何か勉強したらどうだっていうふうに、まあ言ってくれた。で、新人のお客様たちも、やっぱり、まあ、何かやりたいことがあるんだったら、学びたいことがあるんだったら言えっていう形だって、で、まあ、じゃあ働きながらできることじゃないといけないっていうので、まずは高卒を取ろうっていうところからスタートして、で、とりあえずじゃあ短大に行こうかって、もう私いらないと思ってたんですよ、ここの部分も。全然生きていけるし、いらないと思ってたんですけど、うん、みんなが学生時代の話ってなった時に、どの学生時代の話だと思うって言われた時に、やっぱり私中学で終わってるので、じゃあやっぱり学生時代の話はやっぱり大学の話がほとんどだっていう、やっぱり学生時代こうだったよなっていう会話は大学の話が多いっていうので、まあやっぱりまず経験してごらんっていうので、せっかくずっと働いてるより後からでもいくらでも働けるから、まあ本当に学生のこういう時期って一瞬だし、うん、その時の思い出もあるよっていう話から、まあ一人でね、やっぱり来ちゃってるので、単独でずっと動いてきてるので、まあそれで学生になってみました。で、まあ妊娠しちゃったので、冬休みに出産をして2ヶ月で復帰して、休学はしずにちゃんと2年で卒業はしました。すごい、卒業したんだね。じゃあちゃんと、はい、してます。卒業式の時には、はい、長男も普通に歩いてたので、はい、いや俺大検受けただけかと思ってた。あ、大学も、はい、一応。いや、素晴らしい。いやー、もうなんかね、うん、いやー、まあそんなね、イケイケどんどん感じのあなたなんですけど。はい、はい、そうですね。まあ沖縄に帰ってきまして。はい。で、まあね、はい、すっかりお子さん、お母さんとしてね、ゆっくりね、はい、家で家事手伝いを、はい、家事をしながらやっていけるわけもなく。なく、ね、はい、そうなんです。また沖縄に帰ってきたら、そのね、お仕事も多分出産も待ってると思うけど、またお仕事もされたんでしょ？はい、そうですね。で、まあ、化粧品、沖縄の検査、うん、今までエステ関係だったり、整骨院だったりっていう、うん、そのお昼はずっと美容系でいたので、うん、まあ、それが活かせるところっていうことで、県産品を使った沖縄県のこの化粧品の会社、製造会社に、エステで入りました。なるほど。今もそこの化粧品を売ってる。はい、今も自分で独立して会社はしたり、店舗を建てたりはしてますけど、うんうん、別でその、会社、その化粧品の会社のは携わっていて、はい、今もやってます。なるほど。で、またそこでね、1回目のターニングポイントが、ね、高校で一人暮らしと、2回目のその新地のママに出会ったっていうことで、はい、またここで3回目のまた出会いがあるんじゃないかなと思うんですけど、それはどんなことと出会われたんですか？はいはい。まあ、もうすごく噛みつく大変な社長なんですけど、今でもよく喧嘩するんですけど、もう私よりもだいぶ、まあ、年も、そうですね、69歳かな。
で、まあ自分の子供よりもね、多分私はあれなんですけど、まあでもすごい、本当にすごい運命的な出会いだったなって二人で今もよく言うんですけど、まあ私も彼女に出会ってなければ今はなかったなって思えるぐらいっていうのと、もう絶賛、なんだろうな、信頼？やっぱり人ってどっかで裏切ってしまう、裏切られることがあるかもしれないと思うことがやっぱり多いと思うんですけど、ましてや家族でも何でもないっていうところ、うんうん、で考えた時に、うん、でもそれでもどんなことが起こっても助けてくれるってお互いが思える関係性って、まあ、なかなかその上年が近いわけでもないので、うん、っていうのでもう本当年齢とかも何も関係なく、何だろうな、与えること、私は一人で生きていくことは長けてますし、生き延びる力、まあ本当雑草みたいってよく言われるんですけど、本当に雑草みたいに踏みにじられてもまたピュンって立ち上がれるんですよ。ただそこに対して、愛情なん、光とか愛情なのかな、どちらかというと、そこはちょっとかけたまま一人で16からやっぱり住んじゃってるので、いろんな人のたくさんの優しさはもらってるんですけど、愛情の部分が多分、彼女に出会ってから、本当に、まあ、愛してるよとかって言われたことがやっぱなかったから、なんだろう、それは本当にすごい素晴らしいなっていうか、私は最初はぁってちょっと思うところもいっぱいありましたけど、本当に与えること、違う意味での与えるっていうのがやっぱり本当に勉強になってるし、今もやっぱり今もまだまだ叶わないなって思う瞬間があるぐらい、やっぱり本当にすごいなっていう、そのまあ愛情もですし、すごいすごい方です。そうだね。その、まあ、朝さんに、まあね、言う足らないものがあるとするんだったら、はい、やっぱりその16歳から、はい、まあ、中学1年生からね、実際その、親元を離れて、やっぱ親の愛情を実際受ける、ね、まだ実際中学校の時って、やっぱ受けたりするじゃない、やっぱいろんなことがあったし。はい、だそこがね、唯一、まあ、足らないものなのかなとかで実際思ったけど、けどそこがね、実際その満たされる。で、実際子供もいて家族もいることによって、多分すごいもっと優しさっていうことよりも、多分愛がね、大きくなるようになってるんじゃないかなってすごく思うんですけど。いやー、じゃあそれで、そのね、社長と実際出会われて。はい。で、もう今10年ぐらいですか？そうですね。ね、はい。で、毎年誕生日の、ケーキを準備していて、社長は。なので、毎年、で、お歌まで歌ってもらうこともないんですよ。まあ、なので、やっぱり、この年になって、誕生日の歌歌ってもらって、おめでとうってやってもらうの。今でも気恥ずかしい。私、ちょっとそこが苦手で、気恥ずかしいんですけど、まあ、それを永遠やってくれるおかげで、おかげというか、もう本当にやってもらってるから、私もちょっとずつ出せるように、そこはなってきて、まあ、愛してるよはなかなか言えないんですけど、そう、言葉にして返すことはちょっとまだ気恥ずかしさが残るんですけど、まあ、でも本当に社長がいなかったらっていうような言葉を入れたりとか、手紙を私も書くようになって、少しでもやっぱり形に何か残るものっていうので、手紙なんか書かないんですけどね、普段は書いたりとかはしてます。いやー、素敵。いやー、はい、じゃあそのまあそんなね、こと今その社長のお手伝いもして、愛情も実際入ってる中で、はい、まあね、整骨院も、エステか、はい、エステサロン実際ね、はい、実際独立されてやってらっしゃるんですけど、はい、まあもちろんまだね、まだまだ実際、まあそれこそ前もね、二、はい、人で話してたけど、いずれね、店やってもらいたいよね。あざちゃんには、もう店やってもらったらめちゃくちゃ励みになる。みんなが帰ってこれるような、本当にまたリフレッシュ充電して、笑顔で明日も頑張ろうって思えるようなお店をね、私もいずれ子育てが終わったら、あと夜も作りたいなっていうふうには思ってます。なるほど。じゃあ、はい、今後ね、どうしたいっていうのは、もちろんそういうこともあると思いますけど、はい、なんか他になんか今後やりたいことってどんなことがあるんですか？そうですね、いっぱいありますけど、まあ、まずは、お金を稼ぐですね、お金を稼がないと人に幸せを与えることっていうのはできないですし、自分を満たすこともやっぱりできないので、まあでもあくまでもそのお金のためだけっていうのではやっぱり難しいというか続かないと思うので、やっぱり
やりがいだったり、そこに対してやりがいだったり、思いだったりっていうのがやっぱりないと、まあ、それが綺麗事だっていう、こともあるかもしれないですけど、でもやっぱり手段、あくまでもお金っていうのは手段で、お金のためだけではないかなっていうふうには思ってるので、そうですね、とにかく稼ぐっていうのと、子供たちをまあ、まずは幸せにする。で、それが、自分の子供たちだけじゃなくて、本当に沖縄県の子供たちが、まあ、先ほど伊達さんが言ってたように夢や目標がある子、私も小学生の子供がいるので、もちろんほとんどが今って、まあ、時代がね、物が溢れすぎてしまって、YouTube が1位だったりするぐらいなので、時代の変化ですけど、やっぱり絶対こうなるぞっていう、その気持ちがやっぱりあまり見えないので、まあ、なれる、なれないは別として、絶対こうなりたいとか、そういうふうに持っていけるように、本当に沖縄の子どもたちもそうですし、まあ、それが沖縄県だけじゃなくて、日本中の、子どもたちがそういうふうに思える何かきっかけになったら、なんか例えば夜回り先生とかもちょっと憧れですね。自分も夜回りしてたので、やっぱりなんだろう、夜回り先生とかで、ちょっとお家に帰りなさいじゃなくて、話聞いてあげてっていうようなことが、まあ、老後ですね、できたらいいのかなとか、まあ、それが使命なのか、何か、できるんじゃないかっていう、自分が辿ってきたからこそ、そこの部分に対しては何かできるんではないかなっていうふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。はい。じゃあ最後に、あずささんは自分でこうやって決めたらゴンってこうやって実際いける人ですけど、まあ今このラジオっていうのは、その一歩な、ね、あなたの一歩、ね、っていうようなことなんですけど、まあでも一歩踏み出せないとか、踏み出したけど、って、まあみんながみんな成功するわけじゃないじゃないですか。で、っていうようなところで、って思ってる人たちに対して、まあ何か、アドバイスを実際、あずささんがしていただけるとするんだったら、どんなことになりますか？そうですね。根拠はないですけど、この絶対大丈夫ですね。自分にずっと言い聞かせてきた言葉なので、もちろん失敗もしてます。今も失敗もありますし、トラブルもしょっちゅう起こります。だけども、でも大丈夫って、絶対大丈夫っていうのを自分に言い聞かす。で、自分もだし、周りもだし、まあ、とにかく本当に魔法の言葉だなって思ってるのは、まあ、やっぱり大丈夫、大丈夫だよとか、大丈夫っていう言葉と、まあ、あとは本当に笑顔だと思います。笑ってたら本当に福が来るっていうのは、ことわざとかでありますけど、本当にそうだなって思うぐらい、やっぱり、笑顔でいることによって、引き寄せたり、出会いだったりっていうのはすごくたくさんあるので、まあ、苦しい、怒ってる顔を眉間にしわが寄っても、口を口角上げてみるとかいうところが おすすめです。わかる。それはわかる。はい。そうそう。いや、まあ本当に、そうそう。それとね、潜在意識の、まあ僕も最近やってもらったんですけど、コラボってる、たけるさんっていて、で、たけるさんと潜在意識書き換えセッションして、で、僕もね、お金のブロックがね、あるのはあるんですよ。それなりに。めちゃくちゃあるわけじゃなくて、まああるんですよ。で、そこをなんか結果書き換えて、実際行って、あ、なんかね、意外と俺いけるじゃん、みたいな感じで、この2週間ぐらいめちゃくちゃ思ってて。すごい。いや、本当なんかね、今何の状況もあんま変わってないけど、いや、でもだいぶ変わってきてると思うけど、なんかいいよね。やっぱどういうふうなその思考にするのか、絶対大丈夫そうだっですてね。ね、思うっていうことと、やっぱなんかつまんなさそうな顔してるのと、ね、ニコって笑ってるの、やっぱ全然ね、やっぱ違うと思うから、本当にこうね、あざさんがこう言われるように、まあそんな子供たちを僕も増やしていきたいと思いますし、これからね、波乱万丈、まだまだ波乱万丈楽しくね、多分されると本当思いでますすね。のそで。ろそろ落ち着きたいんですけど。またね、多分来ていただいて、その後どうでしたか？いや、いろいろあったんですよって話を聞いてね、またそんなところから出てもらいたいなと思います。さあ、ありがとうございます。あささんからですね、今回ご紹介いただくのはですね、また、また別の方、笑っていいとも方式なので、また後日、ご紹介ください。そして、早いものでお時間となってしまいました。今日もあっという間の1時間でございました。ありがとうご玉ざ木いあずます。さん、今日は本当貴重なお時間、お忙しい中、お時間いただきまして、ご出演いただき、ありがとうございます。本こ日ちのらゲスこそ。トは、株式会社ラニーナ、代表取締役、玉木あずささんでした。これからもご活躍を期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、じゃあまた来週、皆さん。
同じ時間にお会いしましょう。バイバーイ。